では書いていこうと思います。続いて真正面バージョンで書いていこうと思います。続いて、解説付きバージョンで書いていこうと思います。筆の真ん中の部分を優しく持って、墨をたっぷりとつけて、では、書いていこうと思います。回転、丁寧にゆっくりと、ゆっくりとして、スッと抜く。にじみが気になるようだったら、吸い取り紙なので、こまめに拭きましょう。ピタッと止めて根元から上げる。こっから、パンと跳ねて、連続で、ぐっと、しっかりと止めて、点々も丁寧に短い線のように書きましょう。大きさに気をつけてのを書けるといいですね。最後の文字は、のとぎの大きさのバランスよく見て書いていきましょう。縦の線もピタッと止めて根元から上げる。小学校3年生の課題の杉の木と半紙に書いてみました。これは巣のこのぐるっと回るところ、ここを潰れないように気をつけて書いてみてください。あとは木はですね、こっから流れて連続でこうぐーっとまるで繋がってるように書く意識も持ってくださいね。点々も雑に書かずに丁寧に書くことが大事です。のはちょっと難しいんですけど、ちょっと大きくなってもいいからゆっくり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 でしっかりと綺麗に書けるように頑張って書いてみてください。
チャンネル登録よろしく。高評価、コメントが僕たちの支えになります。ぜひともよろしくお願いします。